宮ひろし小野大輔のディアガールストーリーズ。こんばんは、神谷ひろしです。モス小野大輔です。今回がですね、年内最後の DGS だそうでございます。早いですね、1年ね。なんかまあ毎年行ってるとは思いますけれども、まあ、特に今年1年はなんか真ん中がっつりなかった感じだったんで、まあ、コロナの影響もあってですね、なんか毎日が日曜日みたいな感じで2ヶ月ぐらい過ごしちゃったんでその文言はとてもいいですね、はい、毎日が日曜日、もうそんな感じで過ごしてしまったんで、もう何にもしない月が2ヶ月ぐらいあったんで、なんかもう夏が今年なかった印象ありますけどね。夏は本当にあのもうだ旬秋冬みたいな感じでしたね。蚊、はあ、がなかった感じなかったですよ、本当に、もうほとんど外にも出ませんでしたし、家にいましたね、ほとんど家にいましたね。まあ、ただまあいろんな現場が止まって、ほとんど外に出なくてもいい状況にもかかわらず、なぜか DGS だけは毎回スタジオに来て収録をするという、してたね、だから唯一 DGS だけが外の世界とつながっている期間がしばらくありましたけどね。皆さんにとって今年2020年はどんな1年でしたですかね。まあ、なかなか今までにない1年だったと思いますけれども、まあ終わりよければ全てよしだと思いますんで、この通りです。最後までちゃんと面白い放送をやりましょう。あ、それが大事。ということで、僕とあなたの物語、ディアガールストーリーズ第716話、 FM では鍋食べないよ。ああ、今回、鍋です。オープニングからネタバレだ。食べないよ。この番組はアニメノミクスの提供でお送りします。神谷博士、小野大輔のディアガールストーリーズ。改めまして、神谷博士です。モス小野大輔です。ではリスナーから届いたふすふすを紹介していきましょう。はい、いきましょう。ラジオネーム西野探偵さん、うい、初めてお便りします。おはようございます。YouTube を見るようになって、お二人のラジオを聞くようになりました。はは。毎回お二人の絶妙な掛け合いにお腹をよじらせながら楽しく聞かせていただいております。はいはい。還暦を目の前にして、体のあちこちに不具合を生じ落ち込み気味ですが、お二人の声を聞いて奮い立たせています。還暦を目の前にしてるんですね。なるほどね。はいはい、あ、そうですか。ここで質問です、はい、が、お二人は燃え尽き症候群になった、もしくはなりそうと感じたことはありますか？いや、なんかね、その、まあ、最近こうラジオを皆さん聞かないじゃないですか。なあ、もうそれこそね、ラジオってどうやって聞くんですかみたいなことを聞かれる昨今なわけですよ。はいはいはい、真面目にね。はいはい、まあラジコだったりとか、まあそれこそ YouTube とかでね、番組をこうなんか流したりとかするコンテンツも増えてきましたから、まあこの番組もそうですけれども、はいはいはい、だそういう人かなと思ったんですけども。そうだね。お腹をよじらせて笑ってますっていう文章から、はい、だいぶちょっと古い表現を使う方だなと思っていたら、還暦目前という、はい、いろんなギャップをはらんでらっしゃる方ですね。人生の先輩がですよ、まあ、先輩がですな。 YouTube きっかけで僕らのラジオを聞いてくれてる。いや、ありがたいっすな。ラジオじゃなくって YouTube きっかけで我々の番組を知ってくださるというですねもう新時代だよね。ただその新時代のところで引っかかってくれてる人が、還暦ま目前というか、目前なんとですよ、はい、だから僕らのこのラジオの声を聞いて、ご自分を奮い立たせていると、もう体のあちこちに不具合が生じてると、で質問が来てますよ。何ですか？これ答えましょうよ。いや、答えましょうよ。これは頑張って答えましょう。お二人は燃え尽き症候群になった、もしくはなりそうと感じたことありますかと。いやー、意外とだ、それこそ小野くんなんかジョジョが終わるタイミングでそんなこと言ってたじゃん。うん、燃え尽きました。燃え尽きました。あ、そう。はい、もうやりきったというか、自分のなんかほら人生の目標でもあったから、それが叶った上に、まあ、小安武人という人と、小安武人という人がまた僕にとっても目標だったので、もうでしかもすごくいい旅だったわけですよ、ね。その第3部だ、ずっとね、いい仲間たちとね、一緒にこうもう旅しきったわけです、もう行ききったわけよ。だからね、モチベーションがなくなるんですよね。声優であるっていうこと自体に、もう、あ、でもなんかやりきった気がするってなっちゃったんですよ。なんで続けてんの、じゃあ。見つけたからです。
だって丈太郎であり続けなきゃいけないっていうことを、うん、それこそ小安さんだったり、うん、あと三宅健太氏、うんうん、にこう僕はだから励まされたんです実は話してて、ね、お前もずっとこれやんなきゃいけないよって、うんうん、ずっと続けていくっていうことも含めて役演じるってことだよっていう話をね小安さんにしてもらって、うん、それで逆に奮い立ちましたよね。またやりたいっていうか。なるほどね。まあ、僕はあの燃え尽き症候群になるかなっていうふうに思えるような作品もあるんですけど、うん、あったし実際そうなるかなと思ったんですけど、うん、結果なってないんですよ。なってない。いやそれこそ化け物語とか物語シリーズずっとやってて、うん、あの続終わり物語までやらせてもらいましたけれど、うん、まあ結果なってないですね。なんかなるんじゃないかなっていうふうに僕も思ってたんですけど、うんうんうん、これ終わったらまあ声優やめてもいいかなっていうか、うんうん、まあもう別にいいかなこの先っていうふうに思ってたんですけど、うん、結果やりたいことがあったりとか声優は続けなきゃいけないんで、うんうんうん、特になんか僕なかったですね。へー、まだまだあるってことですよ。あんじゃないかな。だからそれこそこの番組で SSA 埼玉スーパーアリーナやらせて2回やらせてもらった時に、うん、もうやることねえかなみたいな雰囲気って毎回なるじゃん。それこそ武道館の時もそうだったし、うん、最初のエキスポの時もそうだったし、うん、でもそのね中1年でまた埼玉スーパーアリーナやりますみたいな、うん、ちょっと意味わかんねえなっていうふうに思ってましたけれど、うん、なんか出役の僕らがなんかねその燃え尽き症候群じゃないけれどももういいかなやったかなっていう気持ちになってもまあ内田さんだったりとか、うん、まあ周りのスタッフがねまあ構成数はなんかそれに付き合わせるという感じだからもうねえなって毎回思いながら書いてると思うけど結果なんかこの番組14年経ってもまだなんか掘るところやることがあんだなと思うとなんか燃え尽き症候群とかないかなみたいな今んとこわかんない。だとすればこの番組のおかげなのかもしれないね。そうね、うん、いやそれはあると思う。その作品に関してあこれやったらもういいかなっていうふうに思うことももう多分もうないかも40過ぎちゃってから、うんうんうん、やっぱなんかそういう風に思ってたのって30代かもね、うんうん、もうなんかその継続していくこと、うん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 、今自分の気持ちをどこまで、持っていけるのかっていうこともあんま考えてないし、うんうん、なるほどね。なんだろうね、わかんないけれども周りが頑張ってる以上自分も頑張んなきゃかなみたいな。それは大きいかもしれないですね、うん、だ多分でも燃え尽きてるんだとは思うんですよ、うん、燃え切ってるんじゃないですか。でもう一回また燃えるんじゃないですか。でもそれはあるかも。なんかやりきったっていう実績というか、うん、やりきったっていう感覚が自分の中にあるから、うん、そこはいい意味でそんなギラギラしてない。おなんかその自分がどこまでやれるのか自分が何をやれるのかっていうのが分かんない状態の時ほどギラギラするじゃん、うん、俺はこれをやりたい、うんうん、これを成し遂げたいみたいな、うん、でもそれを成し遂げた人はなんかもう次のステップなのかなという。だからもうずっとギラギラしてるわけじゃないし、うまいこと言えないんだけどいい感じに力が抜けてるかな。うん、それいいじゃないですか。一番いい状態じゃないですか。いやまあいいかどうかある分かんないよ、まあ、僕は僕でやっぱりいろんな、なんていうんだろうな、やんなきゃいけないことだったりとか超えなきゃいけないものがまだあるんで、うんうんうん、でもそれはなんか継続していくために必要なことだったりとかするから、うん、まあしんどいけど頑張ろうかなっていう、ね、みたいなこれ今でもあれじゃないですか、西野探偵さんには届いたんじゃないでしょうか。届いてるといいなと思いますけどね、うんうん、だから西野探偵さんが何で燃え尽きたのかが分かんないです。そうだね、うん、確かにね、それを、ね、うん、聞いたらなんかまた違う意見があるかもしれないですけど、うん、まあ、少なくとも役者っていう、まあ、声優っていう観点で言うと仕事に関してはなんか燃え尽きたかもしれないけど、うん、まあ、結果やってるしやれてるし、うん、やりたいことがなんかあったりとかやんなきゃいけないことがあったりとかしてるからなんかあんまり気にしてないかな最近は。気にしてないね、うん、この方もだって YouTube 見るようになってるわけだから、うん、もうあるよ、全然あるよ。いやあんじゃないですかね、またやりたいことやれることっていうのは年齢に応じて変わってくるはずなので、うん、なるほどね、若い時と同じことをやろうとするとしんどいかも。うん、だから俺さっき言ったみたいにギラギラしたりとかこれをやりたい、あれを成し遂げようみたいな風な、なんか情熱だけで、その技術があるかどうかも分かんない状態で情熱だけでなんかその気持ちが空回りするみたいなことってもうないじゃんあんまり。あ、確かにね、うん、それを、うんうんうん、多分成し遂げてない人だとそういう状況に年齢が、うん、ある程度いっちゃったとしても、うん、空回りしちゃうから、うんうん、でもほら体はどんどん衰えていくしさ、若い人と比べられた時に全然そのパフォーマンスが違ったりするわけじゃない、うん、
出せるものが違うから、うんうん、それは憤ってくるとは思うけどね、うん、でもそういう憤りも僕らなんかあんまない感じがするんで、うんうん、いい感じなところにいられてる気はするけどね、うん、そうですね、うんうん、なんか超楽しくない仕事してて今でしょ、うん、楽しいよ確かに、まあ、特に今我々お粗末あるからね、うん、そうなんだよ、ああなんかよくわからない他のところで使えないスキルをさ全部そこに持ってって、うん、全部やりきって結果それが何にもならなくって他の現場では何の身にもならないことをどこでも使えない何かをそこで披露するっていうことを延々やって、うん、なんか楽しいなと思ってるから本当だ今お粗末だねそれに関して言うと ね、うん、ねうんそういう感じだよね、うん、自分たちのスキルをね遺憾なく発揮している場面はそこにあるよ、ね、お粗末が終わっちゃったら終わっちゃったでまたなんか、うん、燃え尽きとは違うんだろうけどああなんか終わっちゃったな、うん、次またなんかこういうどこでも使えない何かをできる機会ってどっかないかなみたいな風に思いながら過ごすのかもしれないですけどねあれ結果 DGS 戻ってくんじゃないそれだからまあ結果そうなんですよだからこの番組があるっていうのが我々にとってはすっごく大きいんです、うんええ、この場所を守るためになんかいろいろやってんでしょうね間違いね、ええ、だから意味わからずにすげえ勢いでプレゼント持ってきちゃうんですよああここだったらいいだろうみたいなね本当だよ、ええ、ゴミ屋敷みたいになってたからな、うん、ゴミって言うんじゃねえゴミって言うんじゃねえはい。というわけで引き続き皆様からの普通ストーお待ちしておりますよ続いてはアニメ専門エンタメサイトアニメロミクスの中にある女の子のためのスマホサイトディアガル情報ですアニメロミクスでは畑野渡さんテンスシングルネバーエンドサバーが好評配信中ですフルサイズをダウンロードいただいた方に特製フルバチをプレゼント、さらにご応募いただいた方全員にフル缶バチのプレゼントもやっぱりぜひチェックしてください絶対する続いてアニメロでは畑野くん思い切ったな畑野くん、ね、いいのね書いてないな書いてない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 畑野くんごめん書いてなかったけどまあいっか続いてアニメロではオレパラ2020のセットリストを掲載セットリストに含まれている楽曲いずれか3曲をダウンロードの上応募した方の中から抽選でお待たせしましたフルプレゼントが当たるキャンペーンも実施中ですこれ何にも書いてないんだ抽選でプレゼントが当たるキャンペーンって書いてあるんだけど何のプレゼントか全然わかんないの、ね、怖くない怖いゴミが来るかもしれない怖くないお楽しみに震えて待てそしてディアガールストーリーズのコーナーでは番組のレポートと写真を掲載していますディアボイスの着信ボイスも好評配信中アニメロミクスディアガールはスマホからアニメロで検索してくださいアクセス待ってますはいニコニコチャンネル DGS チャンネルの登録も受付中有料会員になると番組のアーカイブやおまけ放送 DGS 裏談話室が聞けちゃいますよさらにスタジオでうっかり撮ってしまった動画も配信しています現在は収録中にスタジオのコンセントを抜いた動画を公開していますあの怖かったやつね要チェック聞こえないの聞こえないのってやつでしょ、はいはい、チャンネル登録よろしくね神谷博士小野大輔のディアガールストーリーズディアガール談話室何かに悩めるディアナガールから僕らのところに普通のストーリーこと普通ストが届いてそれを僕たちが精一杯紹介していくこのコーナーさて今回はディアネームラーちゃんさんから僕らのところに普通のストーリーが届いていますでは紹介していきましょうラーちゃんのお便り12月1日はドクペが初めて販売された日で今年で135周年だそうですこれを聞いて私はすぐに MOB の皆さんが思い浮かびましたもはやドクペと聞くだけで DGS MOB となるくらいには毒されていますお二人は毒されてることありますかなるほどね、うん、まあドクペといえば MOB そして年末といえば鍋、うん、ということで年末恒例の鍋カモーンそういう流れねうんそういう流れ鍋来ました鍋来ましたねはい目の前にあります、はい今年もまあ文化放送地下1階鳥鳥さんの鳥鍋をですね取り寄せまして、うん、はい、まあ今年はですね、うん、ソーシャルディスタンス的な意味でソロ鍋という本当だちっちゃい鉄鍋を用意していただきましてはいまあ大体
家の鍋の時って、うん、あの下のコンビニで好きな酒買ってきてもらって、うんうん、それをこう飲んだくれながら喋るみたいな感じだったんですけど、それもあったね。まあまあまあ今年やっぱこうコロナになりまして我々それぞれにですね、まあ、車を移動手段として使うようになってからですね、自走してますな。まあ外で飲む機会がとんとないという、はい、激減というか全くなくなりました、今日もなので、うん、僕はもう炭酸水という、私はあのお茶で、はい、まあ今年はこうだよ。まあそうね、来年は違うでしょうきっと。ならではだよ、はい、今年ならではの鍋です、ということでいただきます。いただきます。やったね。よし、はい、ニャーサン橋でね、うん、ニャーサン橋。いやしかしどうでしたか2020年は、小野さん。2020年はね、まあね、やっぱり大変でしたよ、うんうん、これはでもみんなそうだと思う、うん、医療従事者の方々もそうですしね、例えばサービス業の方々もそうですし、うん、僕らの業界ももちろんそうだし、うん、もう全ての人がね疲れたと思う、うんうん、まあまあだからここお疲れ様って言いたいよね、まずは、うんうん、2020年1年ずっと頑張ったねって、うん、なんかやれないことが多かったじゃないですか。どっか行けないとかね、はい、まあそうですね、この仕事ができないとか、みんなと会えないとか、うん、でもまあ中でもその中でいろいろやれること見つかったなという年でもあったなと思いますね。例えば、うん、例えばそうだな、僕なんかはね、僕がやったわけじゃないけど、僕の YouTube と僕のインスタグラムが爆誕したんですよ、うんうん、僕はやってないけどね。なんかでもそういうのって昔だったら、いやいいですやらないですって僕は言ってたと思うんですよ。やらないでくださいぐらいのこと言ってたと思うんですけど、うん、なんかそれがその聞いてくれてる人とか見てくれてる人の何かこう、うん、栄養剤みたいになってくれたらね、なんかこう心の拠り所になってくれたら、それはそれで嬉しいなと思って、あいいですよやりましょうよっつって、ただ僕はつぶやきませんけどねみたいな僕は動画上げませんけどねみたいなことに なったんですけど、うん、なんだろうな、いろいろ可能性をこう考えたり、あとはまあスターゲイザーっていうアルバム出しましたけど、その時もなんだろうな、音楽だったらこう前向きなメッセージとかを、自分が思ってることとかを載せられるんじゃないかなっていうのを思って今回作詞したりとかね、うん、物作る時になんか自分の思いを結構乗せた年だったなと思いますね。割と役演じてるとそれだけで僕十分なんですけど、いつもなんか今年はやっぱり自分からのメッセージ発していかないとなって思った年でしたね。なるほど、随分心境の変化があったってことですね。ありましたね。どうですか神谷さん、この1年は。まあ振り返る、変わった1年でしたよね、うん、それこそオープニングでも言いましたけれど、うんうんうん、世間とのつながりがなくなったので、うんうんうん、だからまあ我々の仕事でいうと、まあ、身近なところだとまあアフレコがまずできない、うん、でイベントもできない、うん、だから僕今年本当はソロライブをあの予定してましたけれど、それがなくなり、うん、で、まあ、その序章としてあの青鬼プロダクション創立50周年記念公演の火の鳥の朗読を舞浜アムシアターでやらせていただくっていうのを無観客でやらざるを得なくなり、だ結果お客さんいない中で、2公演やってそれを収録して DVD にして売るっていう、形に変更になったりとかね、だかそっからこっち、まあ、様々なものが中止になったりとか延期になったりとかして、まあでもそんな状況っていつまでも続くもんかなというふうに思ってたけど、結構続いちゃって、結果ね未だにそういう状況のままですからね。うん、なんでまあそんなもんかなと思うしかないよね、うん、あでも僕もだそういった意味では心境の変化にそれがつながってるかどうか分かんないけど、まあエンタメの、届け方、どういうふうにやったら皆さんに、正しくエンタメが伝わるかなみたいな、今までってなんとなくこう皆さんが情報を取りに来てくれてまあアピールする、まあ、もちろんすることもしてるけれども、皆さんがそのエンタメっていうものに対してちゃんとこう手を伸ばしてくれたから、でも今もう手を伸ばせない状態じゃない、うんうん、だからどうやったら皆さんが手が伸びるところにエンタメを、置いておけるかなみたいな、だからそれが無観客、配信だったりとかっていうことになっていってんのかなと。
でまあその、ね、うん、でも僕らがやれることってもあんま変わんないから、その特別なことをやろうっていうつもりは僕はあんまなくて、うん、だから今年その10月とか11月だったかなに、あのキラミのリーディングライブもやらせてもらいましたけど、それ毎年恒例のことでできるかどうか分かんないけれども、まあとりあえずコロナに対応した形でステージに上げる人数はちょっと極力少なくして、ステージに上げる、まあ、アンダーキャストの方々だったりとかっていうのを少なめにして、うん、みたいな演出がついたりとか、だからそういう、まあ、結果その対応せざるを得ないみたいなところで、それでもエンタメをどうやったら届けられるのかみたいなことはなんかいっぱい考えた気がするね。でもそれがちゃんと実を結んでるかどうかはちょっと実感ができなくって、やっぱりもう初めてのことだし、どんなビッグアーティストだってやっぱりそれは悩んでるんだと思うのね、エンタメを届ける側って。そうですね、うん、僕らだけじゃなくてね、はい、もちろん、で特にほら我々ってすごく文句言われやすい存在だから、あのちょっとなんかやったら不謹慎だだったりとか、ちょっとなんかあったら責任どうすんのみたいな、そういうなんか、まあ、エンタメを届けるにあたってのハードルっていうのがものすごくこうなんか上げられちゃって、不要不急のことですからね。そうそうそう、うん、まあ不要不急だから俺らはさ、うん、なんかそんなもんだなっていうふうには思ってるんだけど、うん、まあそんな中でもなんかこう何かを届けられるように、うん、まあ文句言われながらも文句言われないように頑張ってやるしかないかなっていうふうになんか思ったかな、うん、そうですね、まだそういった意味では今までとあんま変わんないよね、うんうんうん、結果だって面白いことを届けるにあたって、だからそれ僕なんか前に言ったと思うし、なんか意外といいこと言ってんなと思ってるけどさ、うん、なんかそりゃそうだよ、こっちは面白でやってんだもん、不謹慎に決まってんだよ、はっきり言うといやこれも真理なんだよそうそう、だって俺らもう本当にお客さんと楽しみたいだけだから、もう僕らもそうだし、それを見たお客さんが喜んでくれればいいくらいにしか思ってないから、うん、そりゃそうだよ、不謹慎に決まってんだよ面白なんてそれに目くじら立てられたらそりゃそうですねとしか言いようがないから、うん、何回文句言われたら謝るけど、うん、ただそんなね、目くじら立てて文句言われるようなことをわざわざやってるつもりもないわけよ本当はね、うんうんうん、だみんな余裕がなくなってきてるんだろうなとは思いますけれど、そもそも、ね、余裕がないとやっぱエンタメ楽しめないんでね、うんうん、まあ、そんな中でもなんか届けられるようにと思って、うんうん、まあ、これからも精一杯頑張って2021年を生きていこうじゃないかっていうところでどうでしょうかね。いやもう素敵よ、まあまあ小野さんはでもね、FM は始まって、FM 始まりましたね、AM のことはもうちょっと忘れ気味になってますけれども、片手間でやってますね、まあ片手間でも何でも、ね、あのね、でもね、片手でもいいですけど、ね、おかげでね、いや片手はまあ今は出してるけど、FM では出さないようにしてるんだけど、FM で自分のこと話出してから、うん、こっちもあの形に抜けてるんだよ、あ、肩の力が抜けてるんだよ、うんうんうん、だからいい効果出てるよ。いや、いいと思いますよ。ああ、なんでね、結果は我々にとってはあの、うん、マイナスなことはそんなにないっていうね。そんなにない、ことは、うん、これからも皆さんにプラスを届けられるように頑張りますんで、うんうん、来年もよろしくお願いいたします。はい。ということで、皆様、本年もディアガールストーリーズの応援、ありがとうございました。神谷浩史、小野大輔のディアガールストーリーズ。ディアボイス、番組から生まれた名言や僕らに言ってほしいセリフを募集し、アニメのミックスの中にある女の子のためのスマホサイト、ディアガールで配信していきます。今回は小野くんのボイスを配信します。なごみさんからリクエストをいただいたこちらのセリフです。ジョーカーを引いたはい、悟られ、はい、悟られババ抜き、ババ抜きですね、皆さんぜひやってみてくださいね、はい、引き続きこのディアボイスとあなたからのリクエスト待ってます。来週は神谷さんのボイスを配信します。お楽しみに。ディアガールストーリーズ、そろそろ今夜のストーリーもエンディングの時間になってしまいました、はい、まあ年内最後の放送でございましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。ちなみにですね、はい、ブスポラの当選者なんでございますけれども、ブスポラ当選者の発表はですね、発想を持って変えさせていただきましたですね便利な日本語を使わせていただきまして、つまり何の予告もなく急に届きます。ブスが届くってことですね、僕らの。年明け早々に届くことになってます、はい、ブスのお年賀だはいブス年賀だ、この日本語も怖いし、はい、年明け早々にあれが届くってのも怖くない。
年賀状とともに。そうだよおめでとうございます、ブスっていうっていうことになってますんで、おめでとうございますか、当たっちゃった人はですね、うわって思ってください。そうだねごめんね新年早々、本当にすみませんね、お前らが送ったからだよ。そうだよ、そして2020年最後の、お知らせがこれっていうですね、まあ、怖いですね、怖い1年でした、番組の皆さんからのメッセージを待ちしております。おはがきの宛先はこちら、郵便番号105-8000に文化放送、神谷仁志、小野大輔のディアガールストーリーズ、それぞれの仮です。メールアドレスはこちら、すべて小文字で dgs@joqr.net、 dgs@joqr.net です。ラジオ大阪の方もこちらからお願いします。そしてアニメのミックスのディアガールにも僕たちの番組サイトがあるので、ぜひアクセスしてください。写真が見られます。さらにニコニコ DGS チャンネルの登録も受付中です。有料会員になると翌週火曜日におまけ放送、 DGS 裏談話室が聞きちゃいますよ。そしてニコニコ動画と文化放送エクステンドの YouTube チャンネルでも放送のアーカイブ配信をしています。ということで、ここまでのストーリーテラーは神谷宏と小野大輔でした。ディアガールストーリーズ第717話に続く。良いお年を。この番組はドワンゴ声優ラボの提供でお送りしました。